水野の回答めっちゃ面白いですよ。大の形容詞形を書きなさいって書いて、ダイエットって書いて、 Do you like Japanese food? I like sushi or tempura って言ったら、これ読めます、これ始めました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、ドラゴン桜で水野、ね、先生役として出てましたが、2021年はですね、2005年は生徒役だったわけですね。その水野の英語を見ていきたいと思います。まあ、第1話のね、英語を見たいと思うんですけども、まあ今ね、パラビでね、ドラゴン桜新バージョンというか、未公開シーンを足したバージョンが流れています。特になんか新たな1話とかが加わったわけではありません。伏線回収してないところをこう回収していくとかいうのは全くありません。ないんかいって思ったんですけど、はい、まあそういう風になります。まあ最終回今見たんですけど、また感動しちゃってますけど、58分が66分かなんかになってんだよね。だからかなり増えてはいるですが、いわゆるあの陰謀側ですね、学園乗っ取り側の部分がだいぶプラスされてたなっていう印象というか、まあカットされてたってことですね。テレビでは本編に影響するところはあんまなかったかな。先生たちの職員室の部分がちょっと増えてたりとか、多分理事長と桜木先生のやり取りも増えてますね。だからメインどころは大して増えてなかったね。じゃあ水野さんのね、その昔のドラゴン桜の方ね、見ていきたいんですが、まあ第1話最初にですね、破いてテストこう捨ててバーってばらまくところがあるんですね。でそこで英語も出てたんで、それ見ていきたいと思います。いやもうね、時代を感じさせるよね。ギャルとかいっぱい出てるしさ、サエコとかね、この2005年だから、こう2006って書いてあるね、赤本がこう並ぶんですけど、めちゃめちゃギャルじゃん、ルーズソックスで。2005年ってそんなんでした？90何年じゃないの、こういう格好ってって思ったけど、あ、大文社の過去問もありますね。そうそうそう、今こういうデザインなんですけど、この当時はデザイン違いましたね。青本持つっていうかな。あとこれメールの、これさマジでやばくない？これ元気あすみレムグラビアでハワイ来てるようだったかな、これ何人なんとかかんとか遊ぼう時間なんたら、これ読めます？これもう読めない、こんなの。まあ英語でもこういうのってあるんですけど、ビートランゴイッチって言うんですけど、いやー無理無理無理。じゃあ見ていきますね。水野の回答めっちゃ面白いですよ。はい、それではいきます。水野直美8点、1学期前期実力テスト英語ね。まあ偏差値30いくつですからね、こう龍山高校の平均って。いきます。1個目からもうぶっ飛んでる。プアーの名詞形を書きなさい。プーですね。うんって書きましたよ、この方。すごいね、ぶっ飛んでるな。いきなりちと書く、まあまあ子供が使う表現ですね。プーって名詞形難しいですね。偏差値30なんですけど、ポバティですね、はい、貧困。次面白いね、大の形容詞形を書きなさいって書いて、ダイエットって書いてある。形容詞形ってカタカナで書く、すごいな。まあわかりますね、そう、大の形容詞形はデートですね、はい。次、アクティビティの形容詞形を書きなさい。もう簡単ですね、アクティブですね。次、encourage の反義語。ああ、これはどうですか？できます？励ますの逆は。discourage。まあ、encourage はね、人 to do 取るのに discourage。人 from ing とかっていうので覚えやすいんですが。natural の反義語を書きなさい。自然の逆。artificial とかでしょうね。人工のですね。次に、アクセント問題ですね。まあ、今やね、共通テストでないですけど、当時は大事でしたね。で、全部1って書いてあって、discuss 以外みんな1だから当たってるっていうね。すごいラッキーだったんですね。はい。discuss と creature。そうですね。前ですね。solar。太陽の前ですね。cemetery。なんか出てるな。対象でね。speculate。あ、speculate は ate で終わってるから、ate の2個前なんで、speculate。ね。次が、文章に合うように、括弧に適切な単語を入れなさい。括弧点。寿司や天ぷらのような日本食は好きですか？ Do you like Japanese food? I like sushi or tempura? ってすごいな。なんかすごい、do you like, I like. なるほどね。2語だから、such as でしょうね。such as sushi or tempura. 次。この装置の中ではどんな力が働いているのですか？ああ、これ難しいんじゃない？ What kind of force is in this device? ね。working だったら簡単じゃないですか？1語で。まあ、なんかほら、ファンクショニングとかさ、そういうのだったら簡単っぽいんですけど、ね、2語だから、熟語。だから熟語の問題ですね。できます？結構難くないですか？龍山高校。at work でしょうね、多分ね。2語なんで。わかんない。元ネタあるんですかね？ちょっとさすがに2005年にはタイムスリップできないので、この頃の参考書とかよくわかんないんで。次、この薬は痛みを取り除くことができます。This medicine can the pain って書いてあっ
で、あ、その痛みなんだ。で、だからこれ1号だったら remove とかさ、relieve とかさ、そういうのが浮かぶと思うんですけど、2号どうですか？そう、3号とかだったら get rid of とかっていうのが浮かぶと思うんですけど、これ take away でしょうね、多分ね、2号なんで。まあわかんないですけど。最後、一人でその困難な仕事をやり遂げた。誰々が finish the difficult work。 his が見えるんで on his own でしょうね、これね。あの by himself じゃなくてっていうようにですね、やっぱりちゃんとできてるんですね。こういう風に作っているんですよ、小道具さんというんですか、道具をちゃんと作ってる人たち、素晴らしいなと思います。昔からちゃんとね、ドラマのスタッフってすごいなって思いました。例えばさ、第2話とかも、あ、こんなんこだわってるんだなっていうのがあって、水野の服にさ、 A cat may look at a king っていう風にイディオムが書いてあるというか、ことわざが書いてあるんですよね。もうあの、猫でさえも王様を見ていいみたいなですね。そう、だから卑しい人、こう下の人にもそれ相応の権利があるよっていう、そういうことわざなんですよね。わざとでしょ、どう考えても。こんなんわざわざ着てないじゃん。で、これ水野はスナックのままって、おかみさんみたいな、なんだろうね、そういう飲み屋のお母さんの娘なんだよね。で、もうやだ、自分の生活すごい辛い悲しい状況で、でも別に大学進学なんか考えてない、もうただ母親の仕事を継ぐとか母親と一緒にやるみたいなね。でもすごい嫌なんですよ、それが。だから自分にでもね、チョイスがないと、選ぶものなんかないっていうので、はぁっていうのがここなんで、まさにそういう下の身分であるみたいなのが表されてるわけですよ。なんでそういった人にも権利があるんだよっていうのをこう示してるわけですよね、アンに。いや、すごいなって思いました。まあ、ぜひね、まあまあ、パラビとかで見るとわかると思うんですけど、いや、やっぱね、今はダメなものっていうのがいっぱい出てきますから、やっぱタバコのシーンとかさ、お前高校生なのにタバコ持ってねえのかとかっていうシーンさ、絶対ダメじゃん、今だったら。たったの十数年でも、だいぶ厳しくなったんだな、テレビ業界っていうふうには思いましたね。いろんなとこが違った。これがやっぱさ、90年代になったらもっと OK になってるし、いろんなことが。これが、まあ、GTO とか見たらそうだろうね、多分ね。で、さらにこれがまた80年代とか70年代だったら全然許されるところがいっぱいあるわけでしょ。時代って怖っと思いましたけどね。はい。という感じで、また今、ドラゴン桜の2005年版を見ていますので、私、またなんか、いろいろ見つけたら紹介するかもしれません。ということで、まあ、ドラゴン桜、パラビ、新しいエピソード見れるのかなと思ったら、それぞれのエピソードに時間が加わってただけでした。はい。なんで、まあまあまあ、その未公開シーンもね、加えたものを見たいという方はぜひ見てください。なんかね、だってバナナ食べてるシーンカットされたって言ってたから、それ入ってんじゃないの、未公開として。わかんないですけど、次回予告には入っていたシーンが、まあそういう風になってるのかな。はい、ということで、今回はですね、立派になった、弁護士で立派になった、人生を変えた水野先生の、全然勉強できなかった頃の問題を見てみました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.